ご存知ですか？知らないうちにコンセントから出火すること。ご家庭のコンセントにプラグをずっと差し込んだままにしておくと、実はとても危険なんです。プラグの隙間にホコリがたまり、そこに湿気がつくと放電し、発熱、発火することがあります。それが原因で起こる火災をトラッキング火災と言います。冷蔵庫や洗濯機の後ろや目の届きにくい箇所、テレビやパソコンなど長時間コンセントにプラグを挿したままの場所でトラッキング火災は起きやすいのです。キッチンや洗面所など湿気の多い箇所も要注意です。そんなトラッキング火災を防ぐのが川村のプレトラックコンセント。トラッキング現象の初期に発生する異常な放電を検知し、火災を防止します。トラッキング現象は差し込みプラグ間の微小な放電により電荷を含んだガスを発生します。プレトラックコンセントはそのガスを素早く検知、ブザーとランプでお知らせします。さらに電気を遮断し、火災の発生を防止します。知らないうちにコンセントから出火するトラッキング火災を防ぐプレトラックコンセント。大切な住まいとご家族を守る安心のコンセントです。プレトラックコンセントなら安心だにゃ。